ン。あ、テス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 。どうもピタンです。ピタンとガメのゲームチャンネル行ってみたいと思います。今日ですね、またまあ、タイトルにもあると思うんですけど、ガメさんのガレージ訪問その2っていうことでね、行ってきたいと思います。あらあらガメさん、こちらにもガレージをお持ちなんですね。お邪魔しますよ。はいはい。今日のゲストはこの方。どうも、ガメです。あらあらガメさん、こんばんは。こちらのガレージですね。ガレージ紹介第。いいですか？はい、第2弾ということでね。やってまいりました、はい、こちらのガレージ、はい、またこっちから同じ風に回っていきましょうか。はい、じゃあこれからいいですか。はい、アニスエレジーレトロカスタム、これあれですね、はい、あの映画のあれですかね。これはうん、まあちょっとピタンが言ってるの見てかっこいいなと思って、俺も一台遊び車ではい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 、はい、ったやつです。ああ、まあ俺の憧れが強かったと。うんこれでもね、普通にスポーツカーとして乗りやすいし、うん、なんか どの場面でも活躍できるというかね。ね、ちょこっと乗るのもいいし、うん、これ、まあ、これいい車両ですよね。普通にまあ、うん、カラーリング動向じゃとは別に車の性能としてもスポーツカーとしては全然申し分ないというか。そうです。うん、いい車っすね。星、うん、3つ。星3つです。はい、次行ってみましょう。あ、次オートバイですね。そうですね。ここ基本的に遊びだったり、はい、こうなんていうんだろう、見た目の良さとか、はい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 、珍しいものを入れていきたいところなんで。ということでこちらの、長崎翔太郎、これはですね、光るバイクかな。そうですね、ちょっと今分かりづらいかな。うん、とても分からない。うん、ああ今分かった、今分かった、赤いところが消えたわ。おお、光った光った光った。これは一番速いっていうみんなが言うんで、ちょっとキャンプリして解除して。そうですね、これね、早かったっすよね。ただ、うん、事故った時にエラ飛ばされるっていう。そうね、まあとてもいいバイクですね。うん、はい、次行ってみましょう。次がこちら、はい、なんかアメリカ村の風号、デグラストルネードカスタム、いいですね。うん、これはもうすげえお気に入りです。一番最初にお金かけた車かな。ああ、そうっすね、あの時2人で夜中寝ずに作った車両を、うんうん、で基本的に自分は艶なし にするのが好きなんで。これ艶なしなんだ。うん、艶なしでマットなんだ。そう、マットで乗っけてます。あ、今気づいた。うん、うん、ローライダーだとほとんどがあのワイヤーのやつなんだけど、タイヤの。うんうんうん、あ、ホイールね。うん、けどちょっとこれがかっこいい。お、おしゃれ。うん、かっこいいっすね、これ。いいわ。うん、エンブレム立てて、はい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 、はい、これベンジさんのところの車両ですね。で次がこちら、これはまあみんなおなじみの、そう、もう一番最初から愛されてる車、カリン車走行車ですね。ただこれはうん、こだわりがあってタイヤがオフロードです。はい、あ、本当だ、オフロードタイヤついてる。これやっぱオフロードタイヤへのこだわりっていうのは何かあるんですか。やっぱりなんかこのホワイトレター、はい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 、はい、
これはなんともこの真っ黒に差し色で白が入るのがすごい好きで。おお、なるほど。確かに普通のスポーツカーだとかのやつだとこんな文字入んないもんね。うん、うん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 、かっこいいかっこいい。みんなやってないからなんか、うん、装甲車っていうかね、そういう感じだったんで、こういうホイール履いたらちょっとかっこいいかなっていう。ああ、いいっすねいいっすね。ちょっとこれ、うん、みんなもやってみてね。さあ次行ってみましょう。やってみてね。はい。でこちらが、これがエナス・ウィンザー。そう、これはね、うん、もうロールスがベースですね。ロールス・ロイス。あ、でもクーペなんだねこれね。そう、ただこれに関しては、うん、もう飾る車だね。これ持ってるよっていうだけの車なんで、まあ、あんまり実用性はもう本当にない。乗ってるのは見たことないですね。うん。でガメさん、あとあれですね、そこにいたらちょっと邪魔っすね。あ、すいません。かっこいいですねこれ。でもね、またこれなんかカラーリングは珍しい。なんかこういう柄が設定があるんですかこれ。そうですね、ペイントでこういうのがあって、で迷彩とかなんかいろんな文字とかあったんだけど、うん、なんかそれだとなんかとあるブランドのバッグみたいになっちゃうんで。ああ、なんかそんなの俺車屋さんで売ってるの見たな。うん、あ、それこれなんだ。だこれはそう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 、ちょっとこういう感じにして、で自分で乗る車なんでアルミはちょっとこっちい感じにして、はい。あ、ガメさんっぽいっす。ガメさんこのアルミ好きっすね。うん、うん、いいっすね。星、うん、まあでもインテリアとしてしか置かないんで星一つかな。ああ、まあそうっすね、乗ってた見たことないしね。うん、うん、じゃあ次行ってみますか。次がこっちの、はい、こう下がって、あ、見つかっちゃったな。こうか。あ、こちら、あれ、 これはさっきの車の、似てるね、同じだ。こっちは4ドア版だ、うん、セダンなんだ。そうで4ドアで、うん、まあ自分たちはよく撮影とかするんで、はい、ここで多分屋根開かなくね。あ、開かないね。4人で乗れるかっこいい車ないかなと思って、はい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 、買ったのがきっかけです。まあ、ちなみにこれの真似をして俺は同じ仕様の白いのを持っています。いいですよねこれ、うん、かっこいいし普通に乗りやすいしね。うん、じゃあ次行ってみますか。あれ、なんかちょっとエラー開くな。で1個開いて、ここなんか9台になってるの。こう1台もう1台入りそうだけど、そう1台、あれちょっと今ねどっか行方不明になっちゃったんだよね。あ、マジっすか。うん、本当はフトが止まってたんだけど、フトがどっか行っちゃったんすね。で、うん、次これが、ウィラードフィクションカスタムドンクってことでね。いや、すごい大きいタイヤの車っすね。はい、これはもう、うん、海外の車で、まあ古い車なんですけど、モンテカルロ、はい、っていう車がベースの車で。あ、そうなんですか。なんか、うん、これテール完全にこの71のクレスタみたいなテールしてるけど。そうだね。でも前がモンテカルロなんで。ああ、なるほどなるほど。でこれはもう僕が好きな映画とかにも出てきてて、ずっと欲しいなとは思ってたんだけど、はい、まさかこのでかいアルミローライダー仕様で作ろうかなと思ったんだけど、はい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 、珍しい車に乗りたいなって、やっぱみんな乗ってない車欲しいなってことでこのアルミ入れました。いやー素敵ですね。この内装も黄色で、うん、これはピタン君のあれですね、センスですね。ピタン君に何かあれした方がいいよって言われて。あ、そうでしたっけ。そうです。で基本的に僕がマットブラック使う理由は、うん、事故とかしても汚く見えない、あんまり傷が目立たないっていうのも一つ。ああ、まあ例えば車に接触しちゃったりしても目立たないと、うん、そう、あんまり、ね、普通の白とか普通の
ペイントよりは目立たないので、でも、まあ、それ、うん、ね、かっこいいですよね、確かに、うん、これは星、そうだな、星 1.5 かな、結構低いな次行ってみましょう、はいはい、これお、これはあれですね、ドリシャの定番シュワルツァー、ベネファクターシュワルツァー、これどうなんですか、亀さん、こちらは、うん、これは僕的にはみんながやってないようなにじりがしたくて、うん、はい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 、うん、もちろんクロームのウィル入れて、そうだな、うん、マットをやっぱ使って、はい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 、なんかドリシャじゃない感がすごい出した、あ、まあまあ確かにドリシャじゃない感はあるよね、うん、普通にかっこいい車として、で、ガメさんどうなんですか、ドリフトの方は全然ダメです、お疲れ様です、さあ次行ってみましょう、はい、あおっと次は急に明るい車が、こちらの車は、マンシー 900R、 これもベニさんのところの車ですね、あ、ベニさんのところの車ですね、これやっぱあの映画の、うん、そう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 、これじゃあこう見たらあの映画の車両でこう睨み合ってる感じなんですね、そういうことです、あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね、かっこいいっすね、うん、で、いろいろこだわりがあって、はい、これ忠実にこの、ベースとなる映画のね、あの、うん、あれに近寄らせるためにホイールとかも結構悩んでつけました、あー、こんなホイールでしたっけ、あ、まあそうっすね、やっぱオレンジと黒と、うん、そうっすね、そうっすね、結構乗ってる人たまにいます、これは、あ、本当っすか、うん、やっぱフリーセッションなんかだとたまに見ると、で、うん、これもね最初すごい乗りたかったんだけど、うん、これもスーパーカー扱いなんですよ、これスーパーカーになっちゃうんだ、スポーツじゃないんだ、そう、そうだからね、ちょっとねあんまり乗る機会がなくなっちゃって、あ、かっこいいですね、かっこいいですね、うん、これをこう見ると、まあガメさんのガレージは今回こうなっていると、いや、いいですね、素敵なガレージ、2軒目ありがとうございました、ガメさん、いいえ、とんでもないです、じゃあ次はあなたのガレージにお伺いしますまた見てね、また見てね、高評価、チャンネル登録、あとなんだ、チャンネル登録、うん、コメント、コメントどしどしください、こんな車作ってとか、あ、そうですね、そうですね、で、うん、この車ちょっといじってみてとか、うん、なんかあれば随時ね、それも更新していきたいと思うんで、どうし、大丈夫かな、はい、じゃあ長々とご視聴してくださいましてありがとうございました。またね。バイ。